なんか物騒な対トルキちゃん。なんとなく実情が見えてきたところでダチが電話してきた。相棒が言うにはマリアはラッキーらしい。優しいお兄様ね。ホンダのやつ顔の割にロマンチストだな。うん、ちょっと変態チックに登場する高野医師、それが気になるのか。ちょっと元気がない可愛い子ちゃん。すげえ子好きだな、こうしてみると。カウンセリングの成果を確信している高野医師。どうやらバラがキーワード。衝撃の事実。強盗殺人事件ってやつだ。その夜にまた事件が。それを受け相棒と共にたどり着いた結論。夜中に突如目覚める美少女。ちょうど日付をまたいだところ。こんなところにはいられない。捨て台詞を吐いて脱走する少女。事件を内密に解決したい高野医師。測ったかのように現れた所轄のデカ。手分けして探したらマリアを墓地で発見した。はい、どうもアンダーソンです。今日も京都でね、マリア君たちが生まれたわけやっていこうと思いますよ。前回ねラストでね、失踪したマリアが墓の前でね倒れているという、なかなかどういう続きになるのか予想もつかないような終わり方をしてましたからね、続きが気になると思います。私はなります。ではね、続きからやっていこうと思いますよ。マリアとマリアたちね、たちっていうことはあの物騒な感じの姉ちゃん以外にもまだ中にいるってことですね。僕は疲れていた。マリアを探し回ったせいだろう。悪夢に襲われて目が覚めた。どうしたんだよ、もうどんな夢見たのかね。昨日マリアが残した言葉、なんか言ったっけ。ああ、誰かを殺しに来る。勘違い難しいんですね。うん、分裂しよう。それは知らんかったね。本場のアメリカでもね、その人がそんなにおるんだったらもっと研究も進んでますよ。で、君なんで外科になったの。別の人格が普段心の奥底に隠れている。寄生虫のように、寄生虫、言い方悪いな。犯罪導くのはやばいですよね。ドラマとかだとそういうこと多いですね。一人一人と話をしなければ。何人おんねん。なるほど、それで君たちの生まれた理由か。そしたらさ、あれなんじゃないですかね。統合されてった人たちってどうなるの。消えるっていう形になる。それはそれでなんか気の毒な気がするよね。かけら、ああ、壺のかけらか。全部組み立てたら何かが見つかるのか。俺だ。噂を聞いた。ああ、内密にするっていう話だったのにね。あの人はそういうことする人なんじゃねえ。
気に入らねえ顔つきしててやからな、あいつ。そうか。襟で見とった限りじゃこれだよね。こんなところにはいられないとか言うてたもんね。断りを言えば行かせてもらえたかもしれんし、あ、合理的な考え方だな。俺はあの出てくる時のこと知ってたからあれ選んだけど、誰かが殺しに来るって物騒な噂だよな。ほう、考えて分かれば来るしね。まったくね。マリアの手首を切ったのは誰か。自殺じゃなくて他の誰かに。確かにあの普段のマリアちゃんと話をしてると自殺をしようとするタイプには思えないんですよね。あるいはその人格の中にいる別のマリアちゃんが自殺しようとしたってこと？一つの要点、全部いわゆる一人のマリアちゃんだったんじゃない。それが謎なんだ。だった過去形。あはん、ホンダの推理はわしが考えとるのと大体一緒ですね。マリア自身さ。勘が悪いな、鷹野くん。君をじらすな。まあでも何か起こったら問題じゃけ早いことを教えてあげた方がいいと思うけど。どれが正しいかな。女の子紹介するからは鷹野くんのタイプじゃないし、そんなと答えはこの辺だけど、本田がちょろいやつと信じてこれにしよう。
マリアの中のマリアが自殺をしようとして、別のマリアが生きようとして救急車を呼んだ、そういうところなんじゃないかな。口の悪い子はマリアを守ろうとしてる節があった。けど、出て行こうとした子は違う。今のところ3人のマリアがいるように私には思えますね。そうだね、何かを掴んでいるね。あいつもええやつか悪いやつかようわからんな。ん？なんだい？院長？院長、下の名前で呼ぶの？院長に下の名前で呼ばれるほど仲良しなの？院長はまあ知っとるかもしれんね。まあ桑原が言いふらしとったんじゃったらそうなんじゃないかな。だからなんで下の名前で呼ぶの？嫌な顔つきしてんな相変わらず。どう考えてんだね。つい慌ててだの。そうですね。あんた内科の人でしょ。あの子の嫌な言い方するね。そうは思えんがな。よう電話鳴るね今日は。太田さんか、また迷惑かけちゃったかな。それとも別のマリアがプロする合図なのかもしれませんね。そうか、太田さんも根気強くやってくれるな。あ、二階堂さん。
気になる言い方をする。いきなり現れた二階堂さん。やっぱなんとなく坂上二郎さんをベースにモデリングされてる気がするな。いえいえ、重要な会議だったんでしょ？今病室で寝てますよ。そうだね、星を開けてほしいところだね。いや、ダジャレじゃないよ。そうだな、11年前だっけ。それは言える。意外と普通の顔。そんな感じの人じゃなかったのにねとかよく聞くよね。おう、絵がある。これはエジプト神話に出てくるアヌビス神ではないか。いや、でもアクエンアテンとかかな。あれ、左上に写ってるあの文字は確実にあれですもんね。あのアラビア文字ですもんね、あれ。なるほど。今安静にしとるんだった。二階堂さん優しい人じゃの。
確かに二階堂刑事の挙動も不審だったな。先生頼りにされてるね。そんなこと言ったらおじさん勘違いしちゃうよ。まあ先生、高野先生おじさんじゃないけど。どういうことだい二階堂さん。考えが変わった。なぜ辞めたんだい。どうして辞めたんだ。確かにな。気が使える人なんだね二階堂さんも。掃除のおじさん、それは子供の頃からずっと見てるからだよ。顔つきが違う、別人のような気がする。お、何ですか。それはまあ捜査には協力しよう。二階堂さんも定年までに解決したいだろうからね。そうだね。それにしてもあの絵、今回本当によく電話鳴るね。何ですって。急ぐんだ高野くん。順急げ順。開いた。そうよね。ついさっきは普通に話してたのに。お、自由自在。いや裏事じゃねえぜそれ。怖い顔してんな。目半開き怖えよ。薬を吐いた。僕、
別の人格だったね。しかも前に見かけたちょっと怖い感じの人とも違う気がするね。そりゃ疲れるよ、こんな状況続いとったら。そうかもしれんね。優しい看護師さんだな。お、なんだ急に。今出てきたところだろう。僕も初めて見たよ。何があったんですか。何も知らないくせにですか。
もいかないね。もう深く関わりすぎてしまっている。入れ替わったか。雰囲気が変わりましたね。さんが心配だけど、太田さんには協力者になってほしいんだよ。それも5歳の頃にね。知らんくてもいい過去のはずだけどね。太田さんが悪いことじゃない。長いな、午前中長かったな。ほう。いびつな形で存在しとるよね。手を引くってわけにもいかなくなったよね。太田さん、同じ反応した。ありがとう。いや、あんな風に言われりゃ、正論っていうのはね、正しいことではあるんだけど、それを言うっていうことは、言われるものをやっつけようとしてる意思だから、単なる悪意に過ぎないんですよ。俺一番立ち悪いやつだと思ってますね。だから下り顔で正論を吐いてるやつはぶん殴りたくなりますね。太田さんは悪くないんだよ。断片的に記憶が飛んでるのか。不思議な話ですよね。筒井マリア本人は他の人格の時の記憶はないのに、他の人格は筒井マリアの記憶を知ってるんですからね。
確かにね。バラに何かあるときに、で陶器のかけら、事件のときに、あの壺じゃねえや、花瓶が落ちたっていう、そういう話なのかな。この絵がオシリス神なのではないだろうか。俺には読めんけど、あの左上の文字、あの古代エジプト文字でオシリスって書いてるのかもしれないですね。ちょっと切手っぽい。切手のデザインとしてはかっこいいと思うけど。出てくるかな。そうなんですけど、うん、ほうほう、マリアの意識が完全に消去されるわけではないのか。そうな音よね。誰かに後をつけられていた。革のジャンパーを着た男の人、不審者じゃねえか。俺も時々そんな格好してうろついてるけど。優しいな。そうだな。ぽっかり。大事なもの。なんじゃろこれ、オルゴール。今のままじゃやばいもんな。さりげなく出したな。お？流れが変わったんじゃないの？
頭が頭が痛い。違う人が出てくるのは。どうして君がその絵を。ある人からもらったんだ。ところで君は誰。私はオシリス。何度言えばわかるんだ。悪かったオシリス。教えてくれないか。この絵は一体何を意味するのか。君はエジプト神話のオシリスの話を知らないのか。私は知っとるよ。エジプト神話オシリス。何のことだ。まあいい。いずれゆっくり説明しよう。今じゃダメかな。私はまだ君を信用できない。マリアを助けたいんだよ。それだけさ。まあいい。いずれわかることだ。教えてくれ。マリアの中には何人いるんだ。それは言えない。なぜ。いつも誰かが聞いている。マリアの中に身を潜めるようにしてじっと監視している。奴らに隙を見せたらそれが最後。君もそのうちに殺されるかもしれない。殺される。バカな。本当だ。現にマリアも殺されかけた。やっぱりそういうことか。マリアが。まさか自殺はそいつらの仕業。危ないところだった。じゃあマリアを助けたのは。救急車を呼んだのはこの私だ。やっぱりそうか。そうだったのか。マリアを助けるために私がいるんだ。マリアには指一本触れさせない。私が必ず守る。うん、やっぱりそういう流れか。なあ、ここでとりあえずこのストーリーは終わりなんですね。とりあえず少なくともマリアの中にマリアの味方が一人はいるということが分かりましたね。これは一つ収穫だったと思います。あとはだから間で出てきた男のキャラクター、それから一番最初に出てきた人で家に戻った人、その人らが敵なのか味方なのか、その人たちの名前はっていうところですね。なかなかだな。いや、これストーリーめっちゃおもろいんじゃけど。すげえな。さすがにシリーズ化されたことはありますね。いや、私知らなかったんですけどね。3くらいまで出てるんじゃなかったのかな。というわけでね、3本目のストーリー、第2話の話が終わったところでね、今日の配信はこれで終了しようと思います。よろしければチャンネル登録等々していただいて、お見逃しのないようによろしくお願いいたします。それでは今日の配信はこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。